ここが報告書にあった3カ所目の倉庫だ。前の2カ所とあまり変わらないように見えるけど。確かにこの都市の倉庫はどれも同じ見た目だな。暴走した機械が中でパーティーしてるらしい。それを落ち着かせてくれ。それと今回は建物を壊さないように頼む。誰に？この辺のボスだ。私の古い友人でな。今日ここに来たのも彼女に確認したいことがあったからだ。人脈が広いのね。利益関係のな。情報を入手するにはまず相手にメリットを与えないといけない。例えば倉庫の心霊現象を解決するとか。分かった、もう行っていいわ。任せた。また後で落ち合おう。工場の機械が勝手に動いてる。これも支配の律者の力なの。お客さんのようね。残った敵はここに集中してるみたいね。先陣一つ切る。私に会いたくなったか？結構早かったわね。欲しい情報を入手したからな。お前は？人様の倉庫を壊してないよな。え？この程度の敵にも神の鍵を使うの？私もできれば使いたくない。音が大きいしな。だがこの子はわがままなやつでな。へそを曲げられると厄介なことになる。これから人形の相手をするんだ。その時のためにも神の鍵を使ってご機嫌取りしないと。ご機嫌？ああ、紹介がまだだったな。第三の神の鍵、採血の鍵、
常在七雷。その力の源は雷の律者と同じわがままな女の子だ。サンゴ島でフクロウがこの子を奪っただろう。あいつは最後まで神の鍵の低角出力を使えず、常在七雷はただの武器に過ぎなかった。なぜならこの子には機嫌というものがある。より正確に言うと、使用者との相性にこだわりがあるんだ。相性の悪い人が使うと力を発揮できない。力だけでなく、出力、弾、性能、武器の形態さえも、異なる場所、異なる人が持つことで、この子は様々な姿を見せる。それに規律性はないんだ。だから私はよく手入れをして、交流するようにしている。幸い、私は結構気に入られてるみたいだ。道理でずっと持ち歩いてるのね。常在七雷という名は、この子が設計された時すでに七つの姿が存在したことから付けられたらしい。ただ私も今までに四つしか見たことないから。そうだ、お前も持ってみるか。雷の律者の力を持つ武器を雷の律者が持つとどうなるか少し興味がある。ほう、これはなんというか結構お似合いだな。この子はお前を気に入ったようだ。確かに不思議な感じがする。そう言っただろ。昔この子が不機嫌な時に任務があってな、気づいたらスリングショットになってたんだ。おかげで私は怪我を負う羽目になるし大変だったよ。とにかくそういうのは二度とごめんだ。ところで人形の情報は入手できたの？ああ、面白い情報が手に入った。ハイヘビが行動パターンが妙だと言ってたのを覚えてるか？その理由は人形が単独行動じゃなかったからだ。複数の人形による同時犯行？いや、違う。そいつに協力する人間がいる。人間？次の現場は絞ってある。犯人は夜間にしか行動しない。夜までまだ時間があるから、それまで準備を進めるとしよう。付き合ってほしい場所があるんだ。あ、先生、それとメイも。あ、クー、そんな遠くからよく私たちが分かったな。待たせてすまない。今までみんなの世話で大変だっただろ。ここの住み心地は悪くないか？うん、ベッドはふかふかだし、リビングは広いし、お風呂もちゃんとお湯が出るの。みんな喜んでたよ。そうか、ならよかった。でもここのカレーはメイのカレーほど美味しくない。ほう、会いたいのは私じゃなくてメイの方か。この浮気者め、怒るぞ。違う違う、先生にも会いたかったよ。子供たちに会っていかないか？あ、いいえ、外で待つわ。ごめんね、クーちゃん。用事があるから、
今日はここまで。でも安心して、また来るから。欲しいものとかある？今度持ってくるわ。あ、ううん、いいの。メイが来てくれればそれだけで十分。じゃあ約束ね。うん、約束。じゃあ今日は先生の相手をしてあげて。みんなに会いたすぎてここに来る途中セリフを考えてたくらいよ。うるさい。待たせたな。退屈だったか？そんなことないけど、これがあなたの言ってた準備？私が仕事モードに入るための準備だ。いけないか？子供たちは元気だった？一日三食。食べ物に困ることはない。治療もケアも専門家がやってる。もう巣に閉じ込められてた子供じゃない。ここは綺麗ね。まるで崩壊が発生したことがない楽園みたい。あの子たちはそういう楽園で大きくなるべきだ。今度来た時は中に入るといい。みんな、ああ、子供の話といえば、昨日男の子が髪を持ってここに来たらしい。悪い人に誘拐されて自力で逃げ出してきたと言ってた。首に変わった傷跡があるらしい。どうやら性根のようだ。へえ、性根を持つ男性、珍しいわね。誘拐された場所はお前が昨日言ってた任務地と同じエリアらしいぞ。それは奇遇ね。そうだな。何か思い当たる節は？いいえ。本当か？長身で頭に角があって、ここの住所が書かれた紙を渡した綺麗なお姉さんのことを見かけなかったか？いいえ。こいつは残念だ。彼女に会ってみたかったな。心に留めておくわ。じゃあ、ついでに伝言を頼もう。何かしら。ここは託児所じゃない。誰彼構わずここを紹介するな。今度そういうことがあったら、金を取る。高くつくぞ。覚えておくわ。もし会うことがあったら伝えておく。じゃあ頼むよ。お前、ここの警備はヨルムンガンドがしてるっていうのに大胆なことを考えるな。彼らがあなたの手のものだというのは分かってる。あなたは子供たちを危険な目に遭わせないでしょ。その通りだ。あの子はどうなるの？ああ、どうなるかは私もわからない。新しい身分はすでに用意した。おそらく比較的平和なところに送られて、信頼できる人のもとで暮らすだろう。その後はあの子次第だ。彼は運に恵まれてる。その運がずっと彼と共にあることを願おう。ええ、そうね。さあ、そろそろ行くとしよう。目的地は海の方だ。ここから少し距離がある。車で行こう。
話の続きは車内で。刀は鞘からで。